でです。す、えー。ここんんんにちは、こんばんは。ば、えー、編集でお送りしています、うん、1分間にとく今日もこの近藤達彦さん、えー、新防衛研究チャンネルさんの第2セカンドからの配信となるこの、えー、ウクライナ選挙2024年の、えー、11月の16日今日は17日の日曜日ですね、えー、6時を回りましたけど昨日土曜日のこの えー、近藤さんの,このウクライナ選挙からの動画の配信のこの、えー、となります、えーえー「新防衛研究チャンネルさんウクライナ選挙」2024年11月16日中国ロシアの兵器、えー、中国ロシアに兵器を供与する。 えー、提供、提供したのが欧州にバレる、制裁マジカっいうことで、えー、この動画についてのおは、うん、コメントを,を述べていきたいと思いますこのタイミングでます後の YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします、えー、えー、はいえー、なかなか近藤さん頑張って、えー、されています大きなこの、喉かな喉の,の,の、えー、いろいろこの 今回、この以前も病院でなったけど、今回は靖国銀ん近くのいいところで治療を受けたということを退院されて、調子が悪いときは拝聴してますけど、昨日もこの最近はあれですね、いろいろスタッフが亡くなったということで、この AI ですかね、近藤さん、この最近動いている選挙からですね、このウォッチングしていきます。私もこの この全面戦争が2022年ですね2月24日から始まっていろいろとこの拝聴させていただきましてこの。 えー、いろいろミリタリーさんとかこの、まあ、最近はなかなか「東産 TV」さん見るネット大衆水ブルーからさん他のチャンネルで見ようってこの、えー、最近、えー、もううん固定してきましたですね情熱かさチャンネルのニュースのトラガーそして、えー、ボグダンイクライナーさんですねボグダンイクライナーさんボグダンに在住のもともと日本で幼い頃このな長く生活し日本語がい,い え優秀でこのえ日本の商社に勤めていってた僕らの在住ですねえこの今はジャーナリストとしてますけどえ化粧品販売会社の,この今はもうお休みしてるかな社長もされていたということで全面この全面戦争当時からえ関西テレビかなそういう日本が進ロ派的なこのウクライナのこの立場に立ったかんえ情報が少ないということで完全に今 ウクライナのですね中には、えー、ボクダンさんがこの悲観的ということで、えー、されるコメントがあるけど事実ですねウクライナの事実をということで、えー、今回まだ退場していませんけど大統領選が、えー、実施されるんじゃないかということで西側が用意したのが、えー、ザルジュニーですねザルジュ前、えー、司令官で今はこのウクライナのイギリスの大使されていますね。 そういういブダノフこのこの総局長も、えー、人気ありますね、もうゼレンスキー大統領、もお疲れ様かなという気もしますけども、ゆっくりされてというのがありますね、えー、本当にゼレンスキー大統領はここにいる、賞金といるということで、えー、この、まあ、汚職のことで国防大臣も変わって、えーまあ、外相も変わったですね。 えー、前司令官ザルジーも変わったのでもう4年目になって、えー、バイデン大統領も変わって、えーまあ、ゼレンスキー大統領も変わるかなという、えー、全部変わったですねこのイギリスの最初はジョンソンミルスはだいぶこの変わりましたけどジョンソン大統領から最後は、えー タスクじゃなくて、えー、首相今回イギリスも、えー、保守党からこの労働党に変わったですね、えー、とイギリスも変わったし、えー、ドイツはまだ変わっていませんが今回ドイツは首立よりも、えー、キリスト同盟民主、えー、キリスト民主キリスト同盟の,この野党ですね本当に、えー、対、えー、ロシア強硬派が出てほしいというも今は左派で首立首相本当に、えー もう残念、もう情けないですね、もうロシアに忖度して、タオルですね、えー、この積極的に、レオパルトもそうですけど、本当に西側支援、本当になかなかこの完全にこのハンガリー、ポーランドにしても、このロシアのこの 天然化石油このパイイプラインですね、えー、このストモはウクライナからしたんかな。なかなかこの資源を握られたそういう最初のこのウクライナあの戦う。 戦争こう、えー、根っこからそうですね、えー、完全に、えー、ロシアに、日本もそうですけど、このサーハリン2ですね、アビ首シももう騙されたでプーチンで騙されて、えー、完全に、ね、逆に本当にね、ほっぽりほどですね、ウクライナよりも、本当に、えーえー、クリミア併合よりも完全にこの、 この第二次世界大戦にこの北方領土取られてまだ返してもらってないですね。アメリカはちゃんと返したいですね。この小笠原早めに、そして奄美、そして沖縄もうこの1972年5月15日返しましたので、ロシアは返さないですね。そういう北方領土ですね。絶対、今回ロシアが崩壊したら返すべきですね。武力でも取りに行くというのは私の考えですけど、個人的な考えですけど、まあ、それぐらいの気持ちで本当に。えー ウクライナは本当にあれですね2014年の,このクリミア併合からそしてこの今回のドンバス戦争そして今回の全面戦争絶対にこの近藤さんも言ってましたけど、えー、トランプはそういうことを考えずにた,ただもう多くの方が亡くなっているそれは、えー、プーチンがやめたらすぐ、うんえー、終わる、えー、話なのに本当にバイデン大統領も本当に、えー、この核の洞察に負けてから本当に通期の でなかったですね残念ですけど、えー、本当に、えー、クリミア奪還この、えー、もうクリクスこの、えー、ゼネシスキ大統領危機危機改正でこのクリクス進行して頑張っていますけど、えー、なかなかこのおロシアはロシアで北朝鮮に助けを求めてそして、えー、動員をまあいろいろお金をつり上げて契約してこの、うん、寄せ集めてこのクリクスで56万人集めて。 えー、東部からは、まあ、引き抜い全部は引き抜いていないですね、一部引き抜いていきますけど、ウクライナも部隊が少ないので、本当に、えー、あれですね、えー、もう一人でもしなくてはぜ、えー、下がって下がって、本当に戦いやすいところから、もう残念ですけど、えー、ロシアはまたこの停戦の間に、えー、少しでも領土を確保しようということですけど、ウクライナは本当に、えー、あれですね、一、えー、人でもなくなるのが惜しいのです、ね、もう下がって下がって、特に東部はもう下がって。 ククパンスクもそうですね、本当に精鋭、えーまあ、をクルクスに行っていますのでなかなかそこの辺は本当に、えー、ウクライナでも領土が削られているのに、えー、どうかなという考えですけど東部精鋭、まあ、をこのクルクスでして、えー、削るていまい、あえー、東部にも、えー、完全に北朝鮮が来てますねロ、えー、シアはもうこの間にトランプ政権ができる間に取るだけ。 取って本当に完全に戦争犯罪ですね何でもかんでということでダムを破壊してみたり民間人を殺害してみたり、えー、このオデッサを民間ですね本当に、えー、ウクライナは本当に、えー、この軍人ですね完全にそういう戦争犯罪人をやっつけてますけど逆にこの,このロシアは本当に、えー、民間関係なく本当に、えー、このウクライナにその民間 ラボンを破壊してみたり、また民間の,その,おこの、えー、公共の,この暖房施設を破壊してみたり、本当に完全に戦争犯罪ですね。プーチンは対応を締めた,さたしていますね。本当にモンゴルには行けましたけど、このブラジル、この南アフリカに行けないですね。えーこのまあ、トランプはこのプーチンと電話会談してますけど、絶対にこのプーチンをこの許すべきじゃないですね。えー、本当に、えー、戦争犯罪人ですね。本当に、えー 対応してということで、えー、なかなかこの、まあ、現実はそうもいけませんけどこの、えー、どうなるかですねこのトランプ政権が来てこの中国も、えー、完全に、えー、まあ北朝鮮もこのですね中国の了解がないとこの完全に、えー、核ですね中国にとっても嫌な存在かと思いますけど完全に、えー、ロシアと北朝鮮が軍事同盟を結んで、えー、兵隊そしてこの弾薬 この,この砲弾、ですね砲弾、砲身ですね、野戦砲、多連装砲、武器を本当に、えー、完全にもう北朝鮮に頼り、ね、そして中国も完全に武器を送ってますね、そしてこのイランもドローン、ですねこのドローンそしてこのインドもそうですね。えー 完全に、えー、経済助けていますねいろいろ石油、この天然ガス、いろいろこの武器とも、えー、長年このロシア、ソ連との付き合いが長いですね。えー、全く切れるわけじゃないですね。モディッシュも、えー、このロシアとの、まあえー、戦争をするべきじゃないと言っていますけど、えー、なかなかきちんとこの 完全にロシアに対して、えー、西側みたいな、あれですね、姿勢をしてますよね。トルコもそうですね。えー、まあ、サウジも、まあそうですけど、サウジは新ウクライナ、ウクライナを押してますね。そういうことで、えーまあ、トランプ大統領がきちんとこの、うちバベル50ドルぐらいにしたらシェル、シェルですね、石油でしたら完全にロシア崩 崩壊ですね。ソ連が崩壊したそしてこの、えー、したようにこの今回、えー、ロシアの崩壊ですね、えー、いろいろボクダンさんもこの、えー、この、えー、ロシアのについて、えー、ウクライナも大変ですけど、えー、もう動画で、えー、まだ拝聴してませんけどこの徴兵 えー、担当官が、えーえー、自ら命を絶ったとか、また次の選挙があるということで、えー、ウクライナの真実ですね、ウクライナもすべてこの、えー、苦しいですので、なかなかこの全部をこのお公にできませんけど、ロシアはそれ以上ひどいですね、えーまあ、そういう日本の、えー、乃木対象かな、山本にするくね、この自分たちも苦しいとき、相手も苦しいということで、ウクライナが頑張ってほしいですね、本当にどうなるか分かりませんけど。 いいろいろとここのの政治駆け引きこの戦争も厳しいですねクパンスクで本当に戦争犯罪でですね、えー、ロシアと本当に何でもかんでもこの、えー、相手のウクライナの,この軍服をまねて入ってきたり本当に、えー、戦争犯罪ですね本当に絶対裁くべきですねウクライナのことをきちんとこの国会艦隊の司令官を完全にこの裁きましたですね、えー、そういう戦争敗残。 このプーチンも完全に、えー、裁くうべきですね、そういうことで、悪がいつまでものそばるというわけじゃないですけど、えー、正義が勝つということで、本当に、えー、頑張って、えー、応援していきたいと思います。ウクライナは厳しいですけど、ウクライナに栄光、えー、あれですね、えー、プーチン始めたこの2014年、えー、このクリミアの併合、そしてドンバスの部分戦争、今回の全面戦争、本当に、えー、プーチン汚いやり方ですね、もうプーチンがこの台頭してきた、この KGB 出身で、このヨーロッパは警戒しましたけど、 えー、完全にこの基盤を表を出てきて本当に、えー、この幹部を集めて今回の軍事特別作戦、えー、どう思うかについてこの反対か意見かということが絶好調だったか分からないけど今回またトランプ大統領が出てきて、えー、仲のいい。 えー、このトランプさん、えー、一息ついたってみたいな感じで、えー、バイデン大統領はなんでレッドラインですかね、えー、長距離制限を解除しないのか本当に、えー、プーチンを引きりずりお下ろしていろいろと、えー、現実の、えー、この私の、えー、そういう一般的な考えとは違いますけど現実ですね。えー、この シンボル研究チャンネルさん、えー、嘘そを当たったですね、えー、バイデン四年なくてもトランプと言,、まえー、と言ってましたけど、トランプがこの,、えー、この3000人がこの僕の犠牲が出ているのに、えー、このやめさせるというのは逆にこのプーチンが、えー、この今日でも明日でもやめるとやめられる、そしてこのバイデンが長、えー、距離をしたらロシアはもっと。 苦しくなるとということですけどなかなか現実はうまくいきませんけど、はい、引き続き近藤さんも大変ですけどこの引き続き近藤達彦さんウクライナの選挙新防衛研究チャンネルさんをウォーチングしていきたいと思います。えー、ちょっと最後に、えー、この 今回のサムネですね、えー、こんな長いですけど中国ロシアに兵器、えー、提供したのが欧州にバレる、えー、この制裁まじかうことで、えー、先生長いですねもっとこの、えー、クルクスそしてこのクパンスクも厳しいですねそしてこのスパ以前のスバトバクレミンナそして、えー セベノデネスククンシクルハンスク州のセベノデネスクですね、リシサンシク、そしてバックとットトレスク、本当に残念ですけど、アウディィカそして、えー、この、えー、リーマンじゃなくて、リーマンじゃなくて、このアウディィカそしてこのウベ,ウベダール。 本当に、えー、このクリンキももう撤退してですね、えー、このサスクリミア半島奪還ですね、本当に、えーウクウクえー、私たちも、まあ、一般的にこの F16 で100機で一気にということで、本当に前回の反転攻勢はうまくいけかれませんでしたですね。この ロボティックかな、とくまくまいかなかったですね。るべきラインとか、いろいろこの、えー、ロシアの航空優勢ですね。本当に F16、本当に残念、ロシアの核爆弾、本当に、えー、長,距離長距離制限があったら、この、えー、ロシアの攻殻目標271ですね。本当に、えー、ロシアの核爆弾、また、あれですね、ミサイル、いろいろとこの、えー、に、えー ボクダンさんが本当に嘆いてましたけど、ローマ時代の、ローマ、えー、あれですね、ローマあー、帝国時代の本当に、剣闘士の戦いですね、どっちもどっちも滅ぼさずにみたいな感じで、本当に、えー、ボクダンさんは怒りまくってましたけど、ウクライナさん、 ウクライナが本当,に、えー、本当にこの正義が勝つことでウクライナにエコアですね。ウクライナに、えー、シャロームですね。本当に、えー、ウクライナに,、えー、に頑張ってほしいと思います。まマスアートです、えー。ちょっと出せん気味ですけど、マスアートです。マスアートに一部 u t チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします。次回の、えー、1分間の時でお会いいたしましょう。マスアートでした。シュガネスパセンブルジュー、シャロム、シャローム、シャローム。